今日も悪いことします。もう季節は夏なんです。夏といえば何ですか皆さん。恋にホラー。今回の企画は怖がりな女子と一緒にホラー映画を見たら抱きついてくるのかを検証していきたいと思います。モンカはビビリだから抱きつくと思うんだけど、あいつ最近俺に冷たいからね、ちょっとわかんない。それはどうにか抱きつかせてみせますよ。もしね抱きついてくるというね企画が出たらね、もうこれみんな真似するしかないからね。真似してもうねシチューのね、で意中のね女性をね手に入れる。これ成功したらねみんな真似してね、イエイ。ダメだよダメだよ。あ、待って婦人科。はい、状態がたまらない。いや、じゃあリーちゃん呼ぶ。本当に、うわ、もうこの子こもさようなら、ありがとうございました。おい、もう一回逃げんの。本当にガチ、まだ見る。もういいでしょ。何それ、気持ち悪。もう、私ゾッとして眠れなかったもん。でもそれって訳ありだよね。いわゆるストーカーでしょ。間違えた。わかんない。隣の人の顔すら知らない。びっくりしないよ。え、そうなの。こういうの一度ガツンと言った方がいいよ。隣の人に迷惑してますって。ワクワクした。そうなんだけどね。ワクワクとドキドキ。ワクワクなの。え、なに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 。またこれ、いつ、なにこれ、どうしたの。これさっきの動画の続き。そうだよ、同じ同じ。さっきのお前逃げたまま続いてる。明け方、普通に迷惑なままで、髪やばいだろうなもんですけど、終わった。家の中に入り決まってんじゃん、このまま。人間系が一番怖い。
ポイント。よかった、先にお風呂入っていて。目開けます？無理で、目開けましょうね。なんだ、どっかも逃げろ。でさ、そいつは一緒に見ようか、帰って。ちょいちょいちょい。よし。どうしました？どうした？表情が映んない。あ、えらい。さすが YouTuber。あ、くるくる。もういるやん、いるやん。あと何分？終わる。頑張った。え、これ一本見たら終わり？いや、あと何本も。もう見なくていい。戦える。え、お前そっち行くの？ね、これやばいよね。ああ、来る。大丈夫か？なんで安を食べないの、こんなのね。なんか止めちゃダメだよ。バカ。気をつけて。何を。何を。ついてくれてもいいよ、うん、壁に抱きつく。怖かった。壁に抱きつくよね。いや、取れなかったらあげる。狙ってんの、そういうこと？そういうことじゃないです。取れなかったらあげちゃう、ね、視聴者の皆さん。嬉しいです。こんなね、怖い映画見てるだけでもね、映像なんて見せられてるんだよね。うん、怖すぎて、殴るかもしれない。そしたらやめとけ。何言ってんの、映像出たの。確かに、ターンの映像、ターンの映像。びっくりした。ただ水流れただけ。うわ、ここは終わった。終わった。何やってんの、マジで。終わった。こっち来たわ、終わったわ。え、開けるの、まさか。え、何してんの、マジで。それはアホやん。どうしたもうマジで最悪。いいじゃん、一緒に見よう。一緒に見てんじゃん、こうやって。近い。めっちゃもうちょっとそっちでいいじゃん。ねえねえ、近いんだ。近くで見たら楽しいじゃん。うわ、マジで。
頑張った感じで頑張った。面白かったですね。どうでしたか映画は。すごく怖かったです。楽しかった。楽しくない。でもすごくなんか面白かったね。内容がいいよね。内容めっちゃいい。結構楽しめたんじゃないでしょうか。はい、楽しかったです。眠れませんということで、本日の企画は、はい、ただホラー映画を見るだけではありませんでした、うん、なんと、本日の企画は怖がりな女子と一緒にホラー映画を見たら抱きついてくるのか検証でした。イエーイ。終わりなのか。殴ってた、ずっと。男子のみんなごめん、ちょっと無理だったけど、でも距離は近づいたよな。もうビビってたから。ということで、皆さんもぜひやってみてね、この夏。ということでね、今回見た動画なんですけど、はい、ホラーチャンネルっていう YouTube チャンネルの、はい、動画を見させてもらったんですけど、皆さんもぜひ見てください。僕は結構見たんですけど、うん、もうどれもね、結構ホラーが濃厚なやつ、物語にもして結構濃厚なやつが、ね、今マジでちょっと見ただけでも物語ってマジで多い、本当に。そういうのも、ね、たくさんあるんでね、ぜひ、はい、ね、皆さん見てください。見てみてください。めっちゃ楽しめると思うんで、好きな女の子ね、いいじゃないですか、みんな。最高な 濃密なホラーな夜を過ごしてください。それでは、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント、よろしくお願いいたします。せーの、バイバーイ。教えてもらったり、お店に行って勉強しながら今リップを作っています。こんなリップが欲しいとか何でも構いません。皆さんの意見を YouTube のコメントで聞かせてください。よろしくお願いします。